はい、皆さんこんにちは、グリッターバックヤードトーク。グヌーのレディースボードを紹介します。グヌーのレディースど真ん中、今の若い子のど真ん中っていうと、このジェイミー・アンダーソンですね。世界の数々の大会でもうトロフィーを取りまくっているこのジェイミー・アンダーソンのモデルなんですけど、ジェイミー・アンダーソンのモデル実は2モデルあります。1個は C3、 1個は C2 なんですね。それでまあいろんなこと1本でやりたいじゃないですか。パウダーも乗りたい、カービングも行きたい、パークも行きたい、キッカーも行きたい。そうやって考えた時に C3 と C2 をどっちを選ぶかってすごく大きな迷いがあると思うんですけど、僕はあえてそこで C2 の方を進めます。それでこれドツインのボードなんですね。ツインっていうのはこっからちょん切って上と下がツインってことです。だけど昔このグヌーはリブがバナナテクノロジーっていう時に、キューカンバーテクノロジーをキュウリのテクノロジーって言ってたんですけど、いわゆるこっからバコーンとセンターから左右に切った時にこっちとこっちが非対称になってるんです。どういうことかっていうと、レギュラーの人はこっちがノーズ、グーフィーの人はこっちがノーズになるんですね。必ずヒールがこっちに来るってことなんです。ヒールの方がサイドカットが深く削ってるんです。どういうことかっていうと、基本的にスタンスをダックとか、まあこういう形にした時に荷重点がかかとの方が内側に来るじゃないですか。内側の荷重点、それつま先の荷重点の方が外に来るじゃないですか。外と外をつないだ子は内と内をつないだ子よりも大きいってことなんですよ。だからこうした時につま先側の子が大きくなってかかと側の子は小さくなる。そうするとすごい綺麗なカービングが切れるっていう構造なんですね。それこれをツインで乗るのもちろん面白いんですけど、実際にこれを試してもらいたいのは、若干2インチとか1インチ、いわゆる2センチから4センチぐらいをセットバックしてこれ乗ってみてください。めちゃくちゃ気持ちいいフリーランボードに変わります。もちろんパウダーだったらパウダーもすごく面白く滑れますし、ちょっとしたサイドカントリーからサイドヒット、これもめちゃくちゃ面白くできるのが、どっちかっていうとパークで行くドツインよりも若干セットバックした方が全然面白く乗れます。実際乗ってる人も聞いてもいいですし、自分でこれを試してみてほしいです。トリックスターが考えるレディースかっこいいボードっていうと、このグヌーにたどり着くと思うんですよ。このかっこよさ、これを乗りこなす女の子めちゃくちゃかっこいいと思うんです。だからこそ今度の試乗会でまず来たらこのボード、レディースはこのジェミー・アンダーソン、ぜひとも乗ってください。ドツインです。だけどわざと若干セットバックにして乗ってみてください。どんだけ面白いか、これが分かるようになったらきっとあなたのスノーボードの奥行きももっと深くなると思います。ジェミー・アンダーソンです。お願いします。